俺たちのジャパンへようこそ。カンボジアと聞くとどのようなイメージがあるでしょうか。インドシナ半島にある国で、ラオス、ベトナム、タイを国境に持ち、南部は南シナ海に面しています。面積は日本の約半分弱、平均年齢は24歳と圧倒的に若年層が多い国です。ユネスコの世界遺産に登録されているアンコールワットは有名ですが、その他のことにはあまり馴染みがないと思う方も多いのではないでしょうか。カンボジアは特に中国からの多額な直接投資により、2011年以降は高い経済成長率を記録し続けています。近年は首都プノンペンや北西部のリゾート地シェムリアップなど都市部の発展が目覚ましいものの、未だに貧困に苦しむ人が多く、支援が必要な国とされているのが現状です。今回はそんなカンボジアに住む人が日本との歴史について語るお話です。ぜひ最後までご覧くださいね。僕はカンボジアに住んでいるクメール人、主に農業をして生活しているよ。クメール人っていうのはカンボジアを中心とする東南アジアの民族だ。世界には1600から1700万人のクメール人がいるって言われているんだけど、そのうちの1500万人はカンボジアに住んでいる。カンボジアの人口の大多数を占めているのはクメール人なんだよ。カンボジアの首都プノンペンの北部に流れるトンレサップ川にはチュルイチョンバー橋がかかっている。日本とカンボジアの友好橋として親しまれている僕たちにとっては欠かせない橋だ。最初に架けられたのは1963年。その当時からこの橋は日本橋という愛称で親しまれている。建設が進むにつれて誰からということなく自然と住民の間で広まっていったんだ。この橋が架けられる前はトンレサップ川にも橋は一つも架かっていなかったから、船に乗って行き来する方法しかなかった。待ち時間も長かったし、簡単に行き来できなかったから、交通の面でも経済の面でもすごく不便だった。国の発展を妨げる原因でもあるなんて言われていたよ。そのため1959年、カンボジア政府は橋建設の国際入札を行い、フランスと日本が応札してくれた。その時はカンボジアの誰もがフランスがこの橋の建設を行うだろうと思っていた。カンボジアはフランス統治時代が長いから、フランスの技術で建設されたインフラ設備も多いんだ。当時は日本の橋なんて大したことないだろなんていうことを言う人もいたくらいだったそうだ。でも最終的には日本の業者と日本政府が協力し、カンボジアの自国予算で日本が技術提案を行うという形で橋の建設が決定した。橋が完成した時はとても嬉しかったよ。生活はとても便利になり、日本が行ってくれた建設はすごく評判が良かった。でもとても残念なことに、カンボジアでは内戦が始まった。1972年に橋は爆破され、落とされてしまったんだ。激化する内戦の中、橋が再建されることはなかった。壊れてしまった橋を見て、僕たちはとても悲しい気持ちになったものだった。そして1994年に日本の無償資金協力によって橋は再建されたんだ。辛い戦争が終わって新しい国が作られたとみんなが喜びをかみしめたものだよ。それから25年以上経ち、カンボジアは変わった。初めに架けられた時には想定していなかった重量車両の増加などによって損傷が見られたんだ。通行を制限しながらの運用が必要なほどに交通に支障が出ていた。交通量は建設当時よりもずっと増えている。橋本来のキャパシティを超えることになってしまうことは、何よりも大切な安全性を欠いてしまうことになる。そのため2017年から2019年の間に日本の技術を取り入れた大規模な改修がされた。橋の安全性に影響する重要な部分である50年以上も使われていたアプローチ部の架け替え、それから橋全体の道路の舗装、公共塗装の再施工などが主に改修された。
道路を強化するためにカンボジア国内では初めてスチールファイバーを使う舗装工事を実施した。鉄板にそのままアスファルト舗装をするのではなく、2層の間にスチールファイバーコンクリートを敷いている。こうすることで橋全体に重さを分散させることができ、橋を長持ちさせることができるのだそうだ。塗装を剥がす際は循環型エコクリーンブラスト工法といわれる技術を用いて、素材を何度も利用することで産業廃棄物を減らすことができた。そしてとても綺麗な青い色に塗り替えられた橋の姿は生まれ変わったかのようだった。さらに周辺の小学校や住宅への影響を最小限にするよう、騒音、振動、粉塵にも配慮をしてくれたんだ。単に直すだけじゃなくて、環境への配慮、安全、品質など言葉だけでは伝えきれない技術を伝えてくれたと思う。素晴らしい改修だったんだけど、驚くことに2ヶ月も早く完成させてくれた。予定よりも早くプロジェクトが終わるなんて僕らは聞いたことがなかった。国内の移動が激増するクメール正月が4月に控えているために急いでくれたのかもしれないって僕たちは噂している。日本から現場に集った約25名の技術者や、夜中まで作業を行った約150名のカンボジア人作業員のみんなが力を合わせて作業してくれたんだって聞いて、ありがたい気持ちでいっぱいになったよ。3度にわたりカンボジアと日本が協力して作ってきたチュルイチョンバー橋、たくさんの人々の思いが詰まった橋だ。そんな歴史があり、カンボジアはかなりの親日国なんだ。2014年に発行されたカンボジアの500リエル紙幣には日本の国旗である日の丸がデザインされているって知っているかな。そこには通称絆橋と翼橋と呼ばれている2つの橋が描かれている。絆橋は2001年、翼橋は2015年に開通した橋で、どちらも日本の政府開発援助による無償協力によってカンボジアを南北に流れるタイガ、メコン川に架けられた橋だ。橋の麓にはカンボジアと日本の友好の碑が建てられていて、それが500リエル紙幣の裏面の右端にも描かれている。もちろん国の紙幣に他国の国旗が書かれているのは異例のことだ。カンボジアからの日本に対する強い感謝の気持ちが伝わるだろうか。日本がカンボジアを支援してくれたことは忘れない。友好関係の架け橋となっている日本が作ってくれた橋をこれからも大切に使わせてもらうよ。日本がすごいのは技術だけじゃなくて、現地にとどまり続けて現地の人たちとの交流を欠かさず常に人を思いやる姿勢があるところだと思う。カンボジアの人たちに喜んでもらえているのはとても嬉しい。発展途上国に対する支援は将来への投資であるということを忘れてはならない。発展途上国のために施しているのではない、あくまで日本の国益のために行っているのである。利益回収には莫大な時間を要することにはなるが、あの橋が壊れてることで学校に行くのにも苦労している子供がたくさんいるんだ。だから本当にありがたい。さらに日本はカンボジアのエンジニアに技術指導までしてくれた。日本はいつも親切心と寛大さからカンボジアを助けてきてくれた。他の国は自分たちの未来のために僕らを支援するだけだ。日本の献身と友情に感謝します。いつかカンボジアが日本の人々に恩返しできる日が来ますように。日本の外務省が2019年11月に行った世界各国で日本がどのように思われているかについて調査した対日世論調査では、カンボジアと日本との関係については 95% が良好と回答しています。カンボジアにとって今後の重要なパートナーとなる国は、1位中国 46%、 2位日本 42%、 3位米国 27% で、中国の影響力の強さが目立ちます。しかしカンボジアにとって最も信頼できる国となると、1位
日本 43%、 2位中国 30%、 3位米国 13% と日本が大きく支持されていることがわかります。日本は現地の人たちを大切にした支援を行っていることが伝わってきますね。ほとんどのカンボジアの人は日本に対して非常に友好的で、日本が好きと言うそうです。感謝の気持ちは手を合わせ、ありがとうと言って示し、仏教信仰に支えられた心の豊かさを持つカンボジアの人々と日本人とは価値観を共有できるのではないでしょうか。カンボジアがこの先順調に発展していけば、日本経済にもたらす影響も大きくなるのは間違いないでしょう。これからも友好な関係を築いていきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。